10月31日に投開票が行われた衆議院選挙と県議会議員補欠選挙の当選者などに今日県庁で当選証書が手渡されました今回の衆議院選挙の小選挙区では1区は馬淵澄夫さん2区は高市早苗さん3区は田野瀬泰道さんがそれぞれ当選しました式にはそれぞれの代理人が出席し 県選挙管理委員会の森本俊一委員長から当選証書を受け取りましたそして今日は奈良市山辺郡選挙区の県議会議員補欠選挙で当選した比木田真一さんと品戸康一さんにも当選証書が手渡されましたま森本委員長は新型コロナ対策をはじめ困難な,困難な課題が山積している 県民が期待するところは誠に大きいので頑張ってほしいと呼びかけると2人は当選の喜びと責任の重さを感じていましたまた立憲民主党の枝野幸男代表が代表を辞任する意向を表明したことを受け代表選出馬への意欲を示している馬淵澄夫さんは議席大幅減の責任を取られたことは重く受け止める 全党一丸となって統制の立て直しに取り組みたいとコメントを発表しました。